ラジオネーム、ガッチャンゴチャ。同棲している彼氏が、人妻と不倫していたので、<え>問い詰めると、だって、お前と別れてるし、と言われました。知らんかった。それもう言い訳とかじゃなくないえ、え、わからん。何それ何それ普通にかわいそうすぎんねんけど。<laughs> かわいそうすぎるけど、まあ、知らんかったからな、もう <laughs>。悲しいかどうかも分からへんけど。知らんかったが、言い訳だっけいやいや、あの、彼氏がね、うん、言い訳したっていうことなんですけど <laughs> <laughs> 別れてるし。なんて言うたんでしょうね。これを、まあ、何日か経った後かもしれませんけど、冷静にお便りに遅れるというほど、<う>まあ、傷がね、ちょっと、マシな状態かもしれんけど、これ言えてたら大したもんやで。 お前と別れてるしって言われて「知らんかった」って言えるやつやったら一生大事にした方がいいよねそうかこういう時にこう笑わそうとしてくれるやつねどのトーンでで言うたんししょうね <laughs> お前と別れてるし <laughs> だってまず詰められたって答えもんな,あ<ー>なんか浮気してんねやろってなって完全に認めてるしね <laughs> <laughs> だってから入ってるもんな <laughs> さあそれでは話が勝ったけどなお願いしますどうぞ加能村上加能ということで加能ぐらいでしょさあラストですよラストですねうんワカチコ IP みたいな人妻やなう, <laughs> うちやってねやってねうちうちは言い訳しませんすべ、うん、てをお話しします <laughs> それはやめてちょっとぐらい隠してすべ <laughs> てお話ししない <laughs>